ファースミ第1球を投げた、直球打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、ショート右に寄った、掴んだ、ステップを振った、1塁サイドアンドスロー、アウト、ワンダウン。1回の裏、岐阜城北の攻撃、1番鈴木、初球攻撃、ショートゴロ、ワンアウト、ランナーありません。川澄も中2日空けてのマウンドということになりました。1回戦から準々決勝まで全て先発、1回戦は完封勝利を収めました。2安打完封勝利でした。バッターは2番の太田、キャプテン、まだヒットがありません。第1球投げたバットの場面、バットを引いたオフボール番です。川澄はここまで3試合23回と3分の1を投げまして、打たれたヒットは21本、奪った三振14。2球目投げた、直球ストライク、ボールカウント1エンド1、フォアボール7つ、失点9、自責点8。この先発での防御率は 3.09 です。第3球を投げた、空振り、ボールカウントは2ストライク1ボールです。182センチ76キロ、堂々たる体格なんですが、尾崎さん、はい、どちらかというと第4球大谷投げた外角直球ボール2エンド2、力で押すというよりも技巧派という感じで捉えた方がいいんでしょうか。そうですね、はい、そんなに急速はあるわけじゃないんですよね、はい、5球目変化球、空振り三振、2アウトです。太田三振、2アウト、1回の裏、岐阜城北の攻撃です。その川澄ですが、ストレートはマックス143、カーブ、スライダー、それからカットボール、それからスクリューボールを操るということで、変化球をコーナーコーナーに散らして打ち取るタイプのピッチャーであります。バッターは3番の水川、第2球を投げた、直球低め、ストライク、ワンナスイングです。準決勝第1試合、岐阜城北対横浜、1回の表横浜は0、1回の裏、岐阜城北の攻撃、2アウトランナーなし。水川に2球目を投げた、カーブ曲がった、ストライク、肩口からグッと曲がりました、2ストライクのボールです。なお守る横浜なんですが、ファーストの麻生に代わって高木がこの回から入っています。2ストライクのボールから第3球を投げた、外角5、ボールカウントは2ストライク1ボールです。川澄投手本人は、まあ、尾藤もいいピッチャーなので、そううちも点は取れないだろうから自分がしっかり抑えないと話していました。4球目投げた、打った、鈍い当たり、一塁線のゴロ、右に切れた、ファウル、ボールカウントは2ストライク1ボール、変わりません。岐阜城北打線のイメージは、大きいバッターはいないんだけれども、みんなパンチ力があるイメージ。ただ左バッターが岐阜城北打線は6人います。左バッターが多いから自分にとっては投げやすいということを言っていました。初球から得意球、スライダーをどんどん使っていくと話していた横浜の川澄、第5球を投げた、外角直球、ボール、外いっぱい、ボールカウントは2ストライク2ボールです。まあ、個人的には2回戦で当たった八重山商工のようにブンブン各バッターが振ってくる方が嫌ですと話していました。第6球を投げました、スライダー、空振り三振、スリーアウトチェンジ。1回の裏、岐阜城北高校三者凡退無得点、1回終わって0対0です。